集団的自衛権の限定的な行使容認を含む安全保障関連法案が衆院本会議で可決された。日本の安全と国民の平穏な暮らしを守る法案だが野党や一部メディアのレッテル張りや自民党若手議員の報道圧力発言もあり逆風の中での採決となった。こうした中、中国や韓国の反日組織が動き始めている。警戒を強め、反転攻勢に。 着手する政府・自民党ジャーナリストの加賀孝英氏が緊急リポートする加賀孝英・加賀光栄・ジャーナリスト1957年生まれ戦後以来の大改革安倍晋三首相がそう名付けた安保法案が16日衆院を通過した日本を取り巻く安保環境の激変を受けて 政治生命をかけて提出したものだご承知の通り米国やオーストラリアカナダモンゴルインドネシアシンガポールブラジルなどの世界各国は日本が掲げた戦争のない平和な世界構築への決意に即刻賛同と支持と期待を表明した批判したのは中国と韓国北朝鮮ぐらいだ一方 我が国の現状はどうか。法案の衆院通過後、報道各社の世論調査では、内閣支持率と不支持率が逆転した。全国各地で、安倍政治を許さないと書かれたプラカードを掲げたデモが行われ、国会前でも5000人以上の人々が集まり、法案廃止と安倍首相の退陣を連呼した。だが、 沖縄県尖閣諸島や南シナ海で暴走する中国の軍事的脅威に目をつぶっていて、本当に我が国の領土と国民の安全と生活が守れるのか。自民党の高村雅彦副総裁は19日の NHK 番組で、国民のために必要だと思うことは、多少支持率を下げても、進めてきたのが自民党の歴史だと強調したが、別の自民党幹部はこういう。 第2次安倍政権発足2012年12月以来最大の危機だこれまでは9月の自民党総裁選は無投票再選安倍首相は長期政権とみられてきたがどうなるかわからなくなった私香川デモを否定するつもりはないただ裏で何が起こっているのかぜひ知っておいていただきたい以下外事警察を含む 複数の情報当局関係者から得た情報だ中国と韓国の協力者が今が安倍政権を倒す絶好のチャンスだと活動を活発化させているデモの参加者の中に監視対象者の姿が確認されている彼らが法案を戦争法案徴兵令強行採決と叫び極左集団や一部野党が結託してあおっている 中国の工作員関係者は、国内に約5万人いる。中官僚国は、安倍首相さえ排除すれば、日本は言いなりになると、安倍潰しを画策してきた。彼らは得ぬままに。一部の議員や官僚を動かして、官邸情報を盗んでいる。最近、数人の議員に同格運動を持ちかけた。安倍は終わりだ。次の首相はあなただと。 中間の思う壺ではないか。日本が危ないさらに深刻な情報があるインターネットを主な舞台に日本と日本人の名誉と地位を貶としめる韓国の民間団体 VANK の動きだ会員数は約10万人日本にとって脅威の存在だ情報は続く韓国メディアも報じたが VANK は今月末 青年ら300人を広報戦士として選抜し、反日情報発信に死に物狂いで動き出す。世界文化遺産への登録が決まった明治日本の産業革命遺産をターゲットに、世界各国で日本は強制労働を認めた、嘘つきだ、長崎市の羽島、軍艦島は監獄島だなどと訴え、国際世論で日本潰しを行う計画だ。ふざけるな、というしかない。 原因の一端は、外務省にある。世界遺産委員会で韓国の言いがかりを受けて戦争末期の朝鮮半島出身徴用工について「フォースト・トゥ・ワーク働かされたと」と譲歩とも受け取れる表現を使った「韓国はこれで日本が強制労働を認めたと」と世界中にデマを撒き散らし海外メディアに「奴隷労働の地戦争犯罪の極悪非道な部隊」などと書かせ 日本の名誉を失墜させた断じて許すことはできない外務省の失敗も万死に値する断っておくが戦時下での労働力不足を補う徴用は合法で決して強制労働ではない日本側も対抗策に動き出した反日工作を警戒する自民党の日本の名誉と信頼を回復するための特命委員会は17日 世界文化遺産や慰安婦の問題で政府に対外発信の強化を求める提言と申し入れ書を取りまとめた。党で正式決定後、安倍首相に提出する中国や韓国の暴走は何としても食い止めなければならない。日本は今後総力を挙げて国際情報戦に取り組むべきだ。安倍首相に申し上げたい。焦点の安保法案は 参院に論戦の場所を移す。どうか国民の理解を得ていただきたいそのためにも冷静で建設的で分かりやすい議論が必要だそして一言ご忠告申し上げたいあなたのそばに裏切り者がいる中間の反日工作を放置してはならないザクザク2015.07.23